アスタコイデスノコギリクワガタは、昆虫甲甲虫目クワガタムシ科ノコギリクワガタ族に分類されるクワガタムシ。ミトッポダンテス族とする場合や、これをア族として、プロッサポッコイラスアストコドとする場合もある。キバナガアカクワガタ、オオアカノコギリクワガタとも呼ばれる。インドからモンゴルノコギリクワガタ族の中では、中型ないし大型になる種類で、地域によって、 アッシュの大きさの差がある。大部分の産地では、最大で70ミリメートル前後。マレー半島産が飛び抜けて、大きくなり、最大88ミリメートルの記録がある。次に大きくなると思われる、スマトラ産は、最大76ミリメートル程度。大型のアッシュの大型個体は大きく湾曲した、長大な体裁を持つ。オスメスともに、体中が明るい気褐色、または、 赤葛色の退色をしているが、これは生きている間であり死ぬと暗い色調になる。多くの産地では、明るい赤葛色で、二手が赤の小切りと称される、PA ブランチャーリは明るい木褐色。また大顎の付け根、関節部、メスの頭部などは黒い。全胸部に小さい黒縁を持つ足もある。標高500メートルから2000メートルくらいの産地に、 生息するが、地域により生息する標高は異なる。マレー半島では1000メートル前後の中山地、スマトラでは1300から1800メートルの高山地に生息する。暗い原生林内部には見られず、明るいリム園部や二次林、二十などを好む。林園の若く細い豆花植物などの紅葉樹や、ル植物に集まり、樹皮をかじって染み出す樹液を接触する。 大型のクワガタムシが集まる太い樹木には集まらず、多種のクワガタムシやカブトムシとの闘争は観察されていない。10日にも集まり、電波塔や変電所の外作などの水銀灯を早朝見回ると、前夜に飛来した個体がよく見られる。分類は確定的なものではなく、あるものを独立種とみなす立場や、逆にシノニムとみなす考えもある。ペットとして飼われる。 退職が人気で繁殖もしやすいが、オスの性格が凶暴なので交尾させるときは注意が必要。ありがとうございます。